歌手の工藤静香が16日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬と戯れる姿を公開するとともに、焼きたてパンの朝食を披露した。光るおじいちゃんはお部屋ですやすやえとくんは甘えん坊でも激しいです。とコメント。ふわふわの愛犬が工藤にじゃれている様子を動画でアップした。 ルま,またストーリーズでは、ドキューン、とハートマーク付きで綴り、焼きたてのパンやバナナ、ゆで卵、生ハムなどが木製プレートに並んだ朝食の画像を投稿した。工藤はこれまでも、俳優、日村拓也との次女でモデルの後期、が作ってくれた朝食や弁当、天然酵母パンなどをインスタグラムで紹介している。フォロワーからは、姫カットかわいい。 セレブ、何気ない日常を垣間見れて嬉しい、などの声が上がっている。